俺何か言いたいことがあったんだよ。これ絶対内緒だと。内緒。内緒。はい、絶対言うなよ、はい。あのおっさんさ、こういうことがあるのかなと思って。昨日も家で孫と遊んだんだ、ここで。そしたら携帯鳴ったんだよ。そしたら慎太郎よ。はい、慎太郎どうしたって。今横浜で、あの写真を撮ってるんですって。これ本当なんだから、写真を撮ってる。そしたらさ、なんかホテルの方に、ホテル街じゃないんだけど、ホテルの方にこう、あいつ専門だからこうやってパチパチ撮ったんですよ。そしたらさ、ホテル街じゃないけど、まあちょっとしたホテルがあったところから二人、カップルが出てきたらしいよ。パッとこう下ろしたらさ、どっかで見たことあるなと思ったらしいよ。こんなことあり得るか。すぐ電話かかってきたよ。そして俺もすぐ電話したよ、すぐ。そしたらさ、どこにいるのってな。あ、慎太郎、慎太郎と分かって話をしたらしい。挨拶したんですね。気まずいだろ。挨拶したらダメでしょ。すぐ電話してさ。だからそういうことじゃないのかも分かんないけど、まさか腕組んで出てきたらもう。そういうことですよね。本当に言えない話だった。そう、今やばいですよ。だからこれでもう一本できたじゃん。で、本人は何ておっしゃったの？いや、もうゲラゲラ笑ったよ。何、もう電話行ったのとか。めっちゃな。何、どこだったんだよとか言って。何もしてない、横浜来たのは初めてだから。バカなこと言ってたよ。初めてなわけがない。時間帯にパッと会うのかな。まして横浜のホテル、昼間時間帯から行った。チェックアウト。ああ、宿泊ですか。そう、いや当然だよ。じゃないと朝から行くようになるもんな。宿泊だ、チェックアウトだよ。慎太郎もシャッターこうレンズ見せて、あれと思った。なんか確認したらしい。絶対声かけちゃダメですよね。目立ちますしね、また。ああ、そしてさ、あ、いいよ、じゃあお疲れ様でしたって。もう行け行けって女性の、なんか叱咤するみたいでさ、早く気をつけて、また後で話するから。慎太郎気まずいよな。なんかこう声かけない方が良かったのかな。バカの当たり前だろ、お前。声かけないでずっと写真なんで撮らなかったの。よりで欲しかったですね。よりで。これ揺すってやろうと。人生100年時代を体現してますね。体現しますね。本当の確率的に言ったらすごいじゃないですか。すごいよな。だからもう嘘と思ったもん。日常的にってことですよね。もうちょっとこそこそして欲しかったですね。俺これがさ、もしそういうことないけど、もしも立場を変えたら、俺慎太郎に永遠と揺すられるだろう。いや本当に、永遠と揺すられるだろうな。僕あまり呼び捨てされるのもちょっとあれなんで、せめて3ぐらいつけてもらえる。3ですか。揺すられてますね、それは。いい天気だ。これいつの話ですか。昨日。ほやほやじゃないですか。そうだよ。暑いんだよ、この話は。暑い話ですね。暑い話なんだよ。俺忘れたよ。それで今ちょっとシャワーで冷やしたんですね。そうそう。頭を。暑い話なんだよ。モテるんですね、やっぱりね。いや。うまいよ。声がいいじゃないですか。はい、ああ、のぶといね。のぶとい。あと優しいんじゃないですか。ああ、そうかもしれないですね。あ、そう。時たま英語使いますしね。そう。はい。ここぞっていうところね。
そこだけ切り取ると慎太郎さんとなんか大差ないですけどね。あっ、ちょっと似てるとこあんな。優しくて体型的小柄で、はいはい、時折英語そうそう慎太郎の英語は変な英語ですけど